まあでも人の仲いい人の好きなところを3個ぐらい答えるのってむずい。今言ってみて。3個ってむずいな。言えるかな。嫌いなとこあげてこう地獄みたいな切り抜き作らせようとすんのやめて。スミレの好きなところは優しいところではあるけど、優しいを言い換えていこう。優しいにも200種類あるから、スミレの優しいは何だろうな。こう表現すると言語化、怒りの振れ幅が少ない。怒るっていう感情に至るまでのまでがあんまないから人に優しい。いやむずいな。穏やか、そうだね、おっとりしてる。そう、スミレは怒らない。私穏やか今使うとな、後で困るな。結局被らないで褒めるって無理だろ。人当たりがいい。あ、いいですね。おしゃれはどうなの。あ、確かにおしゃれもいいね。確かに3つ出すんだったらスミレはおしゃれ、まあ、声かわいいとかを封じるか今回は、まあ、センスいい。よし、センスいいにしよう。でナズピは責任感がある。まあいい意味でも悪い意味でもマジで自分の意見がある。で真面目。でトトはやばい、なんかニコマ漫画みたいな感じにしようと思っちゃった今。不真面目って言おうと思ったけど別に不真面目ではないんだよな。トトもな怒らないんだよな。でもな、なんか言い換えれるかな。まあ、トトはでもマイペースやね。確かにマイペースだし、なんかうちはねトトのなんかあんまり深入りしないところも好きなんだけど、綺麗好きなとこ好き。あー確かに綺麗好きなとこいいね。うちもね一緒にゲームやったりするの逆に綺麗好きな人の方が好き。チェストとか綺麗にしてくれるから。吐きそう。いやそのあの吐きそうめっちゃ好きだわ。うちらのチェスト見て、え、さっき整理したばっかなんだけど、ありえない、吐きそう。うちらで、え、でも待って、うちじゃないよ、マジでうちじゃないとか言って、あれ誰だったんだろう結局、あれ誰だったの。でもなんかみんながさ私じゃないって言うからさ、みんなが嘘ついてるみたいなさ、あれナズピだったんだ、あいつふざけんなよ。ノアちゃんはゲームにストイックのところ好きだし、あと活動に対してめっちゃ意欲的だなと思う。ノアちゃんはその活動的な面で困ってる時結構助けてくれる。どちらかというと技術的な方に困った時に助けてくれる。例えばだけど、うちデータ吹っ飛んだみたいなこと言ったやん。そしたらなんかロゴとかないみたいなツイートしたら、ロゴとかここのチャンネルにあるからいつでも使ってねみたいな連絡してくれたのよ。でも意外とそういうのっていないのよ。何々ってこれ大丈夫なんですかみたいなのをうちがV スポのサーバーで質問してる時にまだ誰も答えてなくて、ノアちゃんが答えてくれたのあったよな。そう、できる仕事仲間って感じ。そう、マジでそれだわ。ミミちゃんの好きなところもむずい。待って、むずいな、なんかむずいわ。ミミちゃんってさ、まあ、みんなも配信見せたらわかると思うけど結構気強いやん。うちはそこが好きなのね、ミミちゃんので。それでいてなんか人に優しくしようとしてる時にちょっとぎこちないミミちゃんも好きなんよね。愛情表現みたいなのもちょっと不器用なところが好きなんだよね。あとうちのこと好きって言ってくれるところだけど、もう好きじゃないかもしれない。うちなんかミミちゃんにその気持ちを抱くとメンヘラになっちゃうんだよな。ミミちゃんはもううちのこと好きじゃないかもしれないって。仲いい人も増えたし、うちのことあんなに好きって一番好きって言ってくれてたけど、仲いい人も増えちゃったし、もううちのこと一番じゃないかもみたいな気持ちにされるから、ミミちゃんのことを考えると焦がれちゃうから、あんまり考えないようにしてる。そう、めんどくさくなっちゃう。そう、いつからか自分の好きが追い越しちゃう瞬間。いやーっていう感じですかね。ちょっと飽きたな結構。ベイスポメンバー減った。ベイスポメンバー6人になった。急にめちゃめちゃごっそり減ったな。クロムちゃん、アカリン、ツナちゃん、シノミヤ、エマタソあたりはまだ同じ、さっきと同じクオリティは出せないかもしれん。なんかね、いいとこは言えんのよ。なんかうちその人のちゃんと自分の中でこういうとこ良くないなって思うなっていうところまで出てこないと、その深みを出す好きなところ言えないんだよね。わかるかな。そう、無難になっちゃう。うち短所も結構長所寄りだと思ってるから、例えばだけどノアちゃんのさっきのその事務的な面でのサポーター熱い話あったじゃん。なんかノアちゃんって昔の切り抜きかなんか雑談配信かな、なんか人との関わりのなんか深さ的な面がむずいみたいな話してたんよ。でもその人と深く関わるのが難しいと思ってるからこそ、逆にそういう面じゃない場所にその目が行くんじゃないかなって思うの。
そうそう、寄り添い方の違い、そっちに気を配ってくれる。そうそう、だからその人のなんか短所としてる部分とかがこう見えてこないと深みを出せない。なずちゃんとかも自分のその意見を押し付けちゃってた昔はみたいな言ってたけど、でもそれができるからこそその自分責任感が強いと思うよな。自分の意見をガッて通せる人は自分の言葉に責任を持ってるから、そう、なんかただの別に短所じゃないと思うよってなる。俺のいいところ見つけてほしい。でも確かに俺もなんか変わったこととこだな。うちも変わったタイミングあったんだろうな。なんかやっぱある時から変わった気する、その人のいいところを見るとかも。なんか昔は人のさ嫌いなとこ見つけて、そういう子が嫌いだなって思ってたタイプの人間なんよ。いやまあでも待って、それこそ LVG とかで変わったんかな。どんだけ嫌いだと思っても、どんだけこいつ嫌だなと思っても、 LVG のメンバーって関わんなきゃいけなかったやん。いや合わせたくない人が待ったのよ、顔を揉めたりとかして。てか3人とも割と癖もあるし、最初とかこの3人とやっていけんのマジでみたいな感じだったの。こっからほぼ毎日話すってマジみたいな。うちさもう本当に自分がストレスたまらないような環境にしかいなかったから、自分が関わりやすい人たちとしか喋ってなかったから、めちゃめちゃ厳選してたの、うちって周りを。友達そんな多くないし、なんか友達連れてきてもいいって言ったら、言われたら友達来るんだったらうち抜けるわみたいなくらいのタイプだったの。まあ、言い方は違ったけど、あんまり新しい関わりを増やさないタイプだったから、それで生きてきたのに明らかに違う生き方を最初強制されたから変われたかも。そういい出会いかも。自分と合わねえなーって思ってもその人たちと関わり続けることで、あこの人もちゃんとこういう風な考えがあったんだとか、あこういうとこあったんだみたいな、いい意味でね。そうたくさんあったから、そういう風に人を見れるようになったのかもね。えブースポ入ってよかったね、そう考えたら。 TYLVG 昔に比べたら話す回数はマジ減ったし、おのおの活動してるけど、まあ最初はすげえ嫌だったけど、4人でめっちゃ活動してよかったな。そう考えたら最初マジ嫌だったんよ。今はだって寂しいもんね、普通に。嫌だったな。いや最初は嫌だったよ。でも3人もうちの嫌なとことか、まあ、全然あると思うよ。普通に聞いたらありそう。しかもそれ聞いて、うわ確かに正論ってなりそうめっちゃなりそう。乗せてこういうとこあるよねって言われたら、うわあるわって思いそう。もはや言ってもらった方がいいかもしれん。直すかは置いといて、直せないことを直すとは言わないですからね、私は。だらしないところとかって言われても、まあ確かにごめん、話聞いてないところとか、あー確かにごめん、連絡返さないとこ、あー確かにごめん、ソーリーマイバット。運営さんは、あ運営さんは嫌なとこもあるけど、それよりもたくさん世話になってるから嫌じゃない、全く。ありがとうございますになる、普通に。そのマネージャーみたいな感じで関わってくれてる、一番関わってる運営さんは、そうマジで飲んでりなのよ。マジで飲んでりなの、もうマジで飲んでりなの。いやマジで飲んでりだなって思うんだけど、でもそれ以上にうちらのケツをめちゃめちゃ拭いてくれんのよ。一人でほぼ19人分、どれだけ飲んでりでも嫌いにはなれないし、もうお世話になりすぎて頭も上がらないよね、普通に。てか逆に飲んでりで助かるまである。人に対して頓着ないタイプだからこそ、多分ストレスで死なないんだろうなって思う。普通だったらストレスで病んじゃいそうだもん。うちも聞いたことあるもんね、普通に。イライラしないんですかうちらにって。だからいや全然仕事なんで、まあ、困るなって思う時はあるんですけどみたいな、提出物とかこれ提出されないと困るなって思うんですけど、まあ、困る、最終的に困るのって皆さんであって僕じゃないんでみたいな確かにみたいな、そのなんかドライさがいい絶妙なバランスを保ってる気がする。しかもちゃんと刺してくるしな。なんかこれのこの連絡もらってないんですけどみたいな、運営さんに言うとすんじゃん。どこにもチャットされてないですよみたいな、でもここに書いてありますちっちゃくみたいなのもちゃんと言ってくる人なのよ。こんな見れないっすよみたいな、こんなとこ誰も見てないっすよってこっちも言うのよ。こんな大事なことだったらでかく書いてくださいよみたいな。そしたらいやでも書いてあるんで大きくするようにしますけど、まあ、でも一応書いてあることなので、書いてある資料は端から端まで読んでくださいみたいな。はぁって思うけど、確かにって思うから、多分お互いにそのはぁってなるけど、まあみたいな痛み分けしてる。